皆さんこんにちは。鼓動館の代表の藤岡と申します。今日のネタはショベル、今なお人気の高いショベルっていうオートバイのエンジンのちょっと説明をしてみたいなと思います。これがですね、ショベルヘッドの、これ1971年式なんですね。で、前後ドラムで、この頭の形がショベルヘッドっていう頭なんですけども、スコップのあのショベルに似てるという説と、アメリカでオイルポンプを組み上げる、要は油田の時のポンプのショベルに似てるっていう説と、二通りあります。僕はどっちも似てへんやんけって僕は思ってるんですけど、まあまあこれはショベルって言われるエンジンです。ショベルヘッドっていうのは1979年まで 1200cc でした。で、1979年に 1340cc になりました。だから1979年には2パターンあったんですね。で、割とね、日本人の感覚だと1979年から 1340cc だろっていうことをおっしゃる方も多いんですけど、それは全く関係がないです。アメリカ人っていう国民性とですね、日本人のきっちりした性格とですね、全く違うというところをまず分かっていただきたいなと思います。この1970年式からこの今の形のショベルになったんですけど、それまではアーリーショベルでした。ただショベルのアーリーショベルの現物今ないですね。今ないのでちょっと説明はちょっとしづらいんですけど、あ、ということです。これが画像でアーリーショベルなんですけど、腰下がパンヘッドやったのでパンショベとも呼ばれてます。で、乗り味的にはね、そんなに大したことはないです。正直ね、もうハーレーの場合は速いとか遅いとかそこじゃないわけで、速いって言えば絶対国産のオートバイの方が速いわけで、 1340cc と 1200cc の乗り味がどう違うねんって言ったら、明らかに 1340cc の方がゴツゴツしたフィーリングですが、もうキャブレターとマフラー変えてしまったらもう全くわからないレベルです。1200と1340cc の差ってもうそんなに大きくはないです。だからそこは僕はいつもお客さんに、まあ、ご説明するときに、自分がビビってきたバイクが一番いいわけで、1200だからどうのこうの、1300だからどうのこうのっていう、そこで判断するのは僕はおかしいと思ってます。なので、もう多分ショベル買わったらほぼほぼ一生もんなんですよね。こっから付き合う時間というのはすごく長いので、そこの、自分がビビってきたバイクが一番いいバイクだっていうふうに思ってます。やっぱり乗り味なんですけど、やっぱりショベルのそのトルクの面白さ、低回転から高回転は回らないですけど、まあそこそこ高速道路も120がギリなんですけど、その乗り味の面白さと、あの腰の後ろからドッ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 といく、あの感じが面白いわけで、今の、スクーターというか、それと全く180度違うんですね。そういう面で言うと、やっぱり昔のオートバイの面白さっていうのは、やっぱショベルは味が濃いです。で、エボリューションも正直濃いです。でも、エボリューションも僕悪口言うところは全くないんですが、やっぱショベルの方が乗り味的には若干面白いかなと。エボリューションはエボリューションで面白いっていうふうに思ってます。あとですね、年間維持費っていうことなんですけど、これに関してはごめんなさい、どこで購入されたかっていうのはすごく大きいと思います。全く手つかずの、全くフルオリジナルで、そのまま何も整備されていないショベルヘッドっていうのは、最新鋭でももう今から40年近い前なんですよね。で、今から、まあ、1984年が最終式のショベルになります。1970年から84年までっていう、その14年間のショベルヘッドの期間はあるんですけども、アーリーから入れるとあとプラス3年4年がプラスになるんですけど、もう正直その更年式がいいとかっていうレベルじゃもうなくなっちゃいました。最終の1984年式のショベル買って、もう37年前になるのかな、今からだと37年前になるんですけど、更年式だからいいとかっていう理屈じゃないです。だからそれは例えば車の場合だったら3年落ちで5000キロしか走ってない、もう絶対いいんですよね。なぜならば整備しないっていう前提だったら、絶対そっちの方がトラブルは絶対少ないっていうことです。
はい、そういう面で言うと、もうヴィンテージのショベルに関してはどういう形でどこのショップさんもしくは個人売買でもどういう形でゲットするか、その状態によりけりなので一概にどうだっていうことはすごく言いづらいと思いますけど、うちのお客さんの場合はほぼほぼクレームがないです。ゼロとは言いません。ちょっとオイル持ってきたよとかっていうのはありますけど、うわっちゃわないです。あそこまで整備してるんであっちゃわないですね。本当にそのまあまあちょっとしたトラブルで例えばエンジンがかからないというのはもうプラグを交換すれば普通に走ってしまうとか、そんなにトラブルないです。で、年間維持費なんですけど、駆動感のハーレの場合は皆さんがイメージされているヴィンテージハーレとは全く違ってですね、 400cc のオートバイと何ら維持費は変わりません。年間の6000円の税金および燃費に関してはショベルの場合だとリッター16、18ぐらいなんですね。エボリューションの場合は20リッター走るんですけど、ごめんなさい、この燃費に関しても皆さんの走り方で全然違いますし、街の中ばっかり走ってたら当然燃費悪いですし、山ばっかり走る、高速走るとまた全然違います。ただ平均的にショベルだと18リットルぐらい、エボだと平均リッター20ぐらい走るんで、まあまあ高燃費だと思います。で、維持費っていうとあと税金、オイルは当然変えなくちゃいけない、あとガソリン代ぐらいなもんで、維持費って何かかるのかなっていうのは正直僕の中で、維持費どのぐらいかかりますかって言われたら、そんなかからへんですよみたいな。皆さんお持ちの 400cc のオートバイと税金の体制は1200も 1400cc も全く一緒なので、 400cc も全く一緒です。だから何か税的にもかかるわけじゃなく、古いからといってしょっちゅう何かメンテしないといけないっていうわけじゃないんですね。オイル漏れに関してもショベルっていうのは1960年代に開発されてそのまま製品化されてます。なので面と面の精度が低かったんですね。面と面の精度が低いイコール、そこに間に鉄と鉄、まあ、アルミと鉄、アルミとアルミなんかでつけてガスケットを中に入れるんですけど、どうしてもポタッっていう形でオイルが漏れてきてしまうっていうのは致し方ないなと思います。これに関して言うとですね、当時はこのタンクが途中濡れてなかったりとか、この白いこのカウリングがですね、途中までしか濡れてなくて FRP が丸見えのものが日本に入ってきたというふうに話聞いてます。考えられないですね。てな感じで当時 AMF っていうのはあんまり評判がよろしくなくてですね、それを納車整備するシステム自体がまだ確立されていなくて、すごく雑い形でハーレーダビッドソンの本社から各販売店に降りてきたという形なんで、トラブルが多かったということです。今うちって何千台以上はもう整備してるんですけど、ショベルだからむちゃむちゃ悪いパーツっていうのはないです。粗悪な製品は使ってませんし、そんな悪いもんばっかり使ってたらハーレが壊れる以前にハーレダビッドソン本社が潰れてるっていうことになると思いますので、まずそんなことはまずないというふうに認識しておいてください。ただもう本当に組み方が雑かったなっていうのは多分当時の話だと思います。ということで今日は以上でございます。チャンネル登録、高評価、またコメントの方も皆さんよろしくお願いします。それですごくテンション上がりますんで、でも次ね、もう喋ることってたくさんあるんですけど、何喋っていいかっていうのが正直、何を皆さん求めてるかっていうのがちょっとわからないので、そんなもこんな話聞きたいっていうのもコメントに入れていただければ、次の参考にさせていただきますので、ぜひとも皆さんコメントの方もぜひともよろしくお願いいたします。以上です。